際3分若干短いです。あのただですね、近くで見ていただいた方がいいですね。近くで見ていただいた方が、色の説明したい部分があるんですけど、ただその麺のですね、質感、インスタント、まあこのカップヌードル食べたことない人なんていないと思うんですけど、このカップヌードルですね、この微妙な平打ち麺っぽい感じの、このインスタントの平打ち麺なのかなみたいな感じの感覚の、そうね、質感だとか見た目とか、そういうところです。忠実に表現をさせていただきます。これも日清さんからの、日清さんのチェックというのをやってます。それからですね、実はこのパズルのピース、今、組んでいただいた麺のピースですね、実は全部同じ形になってますので、ドキッとしたと思います。ヒヤッとしましたね、この暑い日に。